頼ってよ。参ります。死ぬ。今後ともご贔屓に。これも運命か。よろしく。しばらく厄介になるよ。クーバ、よろしく頼む。今後ともご贔屓に。イケメンマスター。はい、どうも背中です。さっきのガチャはもう本当に虚しい結果に終わりまして、まあたったの11連かもしれないんですけど、もう本当に僕ジュエルを回収する場所がなくてですね、まあ、これを機にまあ今どんな状態かっていうのを簡単に紹介しておきたいと思います。もう締まり世話してあって、このナイトメアは、まあ、さっきのガチャが、まあ、10時くらいですかねに回したんですけど、まあ、今が、まあ、1時40分くらいですね。まあ、ずっとやってたわけじゃないんですけど、まあ、ちょっとジュエル貯めるのにナイトメア使いました。で、あとはもう全部、はい、ハードも終わってて、で今回はこの10頭とナイトメアで貯めた感じなんですよ。でイベント、今日来たイベントはまだやってないんですけど、今回っていうか、まあ、まあ今からガチャ回すんですけど、これをしくじると強制的にガチャ金になるわけですね。もう回収が本当にできないので、ちなみに僕はこの刹那の方がいいんですよね。なんか結構、まあ、トアも可愛いんですけど、なんかトアの方が人気みたいなんですけど、僕は刹那狙いですね。まあ新しいフォースターも全然出てないので、まあさっきのでも誰かしら出るかなと思ったんですけど、まあ、全然出なかったですね。まあ切り替えですか。二人とも可愛い感じで、まあ、ちょっとまだストーリーわかんないんですけど僕。あ、緊張するな。呼んだかい。では11連いきます。もう本当にこれやったらしばらく回せないんで、いきます。はい、参ります。おっしゃ、とりあえずダウンロード入った。いや、もうさっきはもう入らなかったですもんね。うん、あ、恐怖の答えじゃなかった。とりあえず、うおやった、もういいです、もう終わりでいいですわ。世界一美しい。え、やばいこれ清めの宮で移行しております。やった、もうこれでジュエル貯めれる。いえ、やばいこれ、欲しいの全部来た。あなたの元に
ちょっとキモいですね、テンション上がっちゃって。いやいや4体か、すごっ。お、やばい、これなんだ、こんなの初めて。やべえ、テンション上がりましたね。いや、こんなことあるんだ。え、過去最高かな。やったー、よかった、頑張って貯めて。私はセスナ、九条の島で巫女やってんだ。あ、なんかシャルっぽいな、なんかチャラい感じが。この鳥なんですよ、鳥が可愛いんですよね。まあ、アホやなって感じですね、僕。トワと申します。清めの宮で巫女をしております。可愛い鳥。いや、二人ともいいな。はい、で、真冬ですね。あなたの元に冬が来たわ。完全に飯まずになったな。いや、でも本当にありがとうございます。いや、よかった。はい、これでしばらくガチャ動画を上げなくて済みそうですね。はい、ちょっと急激にテンション上がりましたが、みんなも頑張ってください。では、バイバーイ。